すごいね。それでいいじゃない。ああ、山ちゃんにお土産パンツ。ゴヤゴヤゴヤ、ゴヤゴイ。どれ、ゆいの。どれ？何買うの？あとは厚焼きとかもしかしたらテンションもちょっとやってみて、厚焼きよろしければよいしょ。どんな感じ？でかい。重いんすよマジで。え？マジで重いんすよこれ。食べる？おにぎり好き？どんな感じ？すごいこれ。すごい。わあ。しかも海苔の香りとかすごいですよこれ。すごい。すごい。やばくないこれ。やばいやばい。やばいですよ。食べる？いただきます。ちょっと感想言って一口。うわ、うん、うん、うまっ。うまい。外はカリカリ。いや全然カリカリじゃないでしょ。しなってるよ。マジうまい。食べる？なんで使ってくんだよ。あ、食べます？あ、美味しそう。どうですか？うん、卵が、はい、ふわふわで、はい、海苔のこの香り、はい、このポークの、はい、ジューシーさ、はい、三味一体、三味一体、うまい。つまりうまい。ありがとうございます。うまい。はい、じゃあ、そこは何？あちらにご覧になられますのが、のれん、のれん横丁。うん、飲んだくれの町。町。今日も一日、何時間飲めるかやってありますよ。6時間後、お楽しみに。電動横丁。すごいな、アキラ。すごくない？入ってみよう。わ、すごい。ああ、ああ、すごい。これ、ああ、めちゃめちゃすごいな。すごい。どっから行ってみる？どこ行く？アギラ選んで。アギラさん選んでください。食べたいおすすめどころもあんないけど、何食べたい？カキってどうです？いや、いいよ、カキでも。ジリさん、カキ食べれます？いや、焼きだったらね。焼きやってます。ああ、いいよ。ここだって。
ったら、カキも生牡蠣とか、海鮮、いろんなところで。なんで、カキオンリーじゃなくても、もうちょっと、もういいよ、いいよ。じゃあ、ご案内します。はい。じゃあ、案内してください。あっちから行きましょう。はい。どちらでも。はい、行きまーす。すごいね、これ案内してくれんだよ、これ。こっちの店の方が綺麗な店じゃん。すごい。41店舗あるんだ。すごい、41店舗あるんだってよ。ありがとう。あ、こっちだって、こっちだって。これがお店の御殿のぼり。でもってじゃんけんで勝った人から好きなのを食べれるんだよね。よし、頑張ろう。これでいいか。そうですね、いかげさ。じゃあ、全然。マキ君だ。僕食べてるのこの中で5種類中2種3種類あるんで。何あるの？真ん中の貝類ですね。あ、エビとイカはあれか。あ、全然。カマトリは開いたら食べれるんですけど、カキは開かないので。じゃあ行くよ。じゃあ行くよ。じゃんけんしよう。はい、じゃんけん。はい、いいよ、コールして。はい、最初はグー、じゃんけんぽ。ありがとうございます。はい、コールいっしょ。負けちゃった。あ、おかち。はい、じゃ3人で。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。あー、あきくん選べるじゃん。はい、どうぞ。ちなみに今牡蠣選んだ人が支払いだから全部。あ、知ってる？このゲーム。もう触ったから。はい、はい、ごちそうさまでーす。じゃあ、はい、ゆいちゃん次何がいいかな。ゆいちゃんホタテ食べれるか、エビが食べれるか。あ、ゆいちゃん何がいい？じゃあゆいちゃんどれ？ゆいちゃんはエビにします。じゃあ、はい、どれ？はい、ホタテ。じゃあ、俺はハマグリ。ハマグリいいんですか？いっちゃってください。はい、入れてください。これ20分だって。そんな待つの？変わるよ。これ、なるまで、開けるまで。あ、開けるまで。これちょっと開かないって言ったんで、ちょっと開かないらしいです。いただきます。はい、ちょっとすぎて。どう？バチバチうまいです。あ、そうだよ。乾いてるわ、焼けば。はい、次行きましょう。こうさ、ちょっとなんか2階はバー的なところがね。そう、大人のそういうね。あとで2人で。バー的なところがね、すごい。すごい。子供と一緒じゃなかなか入れないね、ここね。なかなか。多分1階の方がいいかもしれないね。アキラ何する？ちょっとペ
ビナー様、ブラジャー B カップでお願いします。パンティーハイ加工さん、パンティーハイ武藤さん、なんだこれ、パンティーハイ武藤さんじゃない、武藤さんじゃないな、ノーパンティーハイ、はい、黒がいいじゃない黒がいいです、ハイパーサワー2つお願いしていいですか、それいく、ハイパーサワー2つ、ちょっと頼んで、ごゆゆゆゆ、わーすごいね、先に帰ります、ホテルに帰ります、パパとアキくんまだ飲み足りないので、でもまだ7時半だけどね、やっぱ子供はすぐ寝ないけど、ホテル帰ったらすぐ寝ないけど、まだちょっといろいろちょっとフラフラして、なんか買おうかなと思って、まあ毎回そうなんだけど先に帰ってます。ビビー、あっちょ寒い寒い寒い、あーそっか寒いだね、沖縄最高、スタバ沖縄最高、長いな信号、いつも思うけど、あ、OK 行きます、待ってて、ちょっと待ってて、ビビ、すごいな人、やっぱりすごいです、沖縄、沖縄、沖縄、すぐ人、帰りましょうか、散歩して帰りたいんだって、もう帰りたい、もう帰りたい、帰りたい、じゃあ帰ろっかね、もう散歩おしまい、あーすごい、もうそろそろ1月なのにこの天気やばい、最高、沖縄半袖でも全然いける、まあ、半袖は言い過ぎか、半袖は言い過ぎか、ちょっと半袖の人もいるからね、ねベベ、じゃあ帰る、ホテルに帰る、じゃあ帰ります、パパ帰ります、何ピギピギ、あーおもちゃが待ってるから帰りたいんだって、はい、じゃあ帰るか、なんか買おうか、コンビニ何買おう、パン買おう、うん、あ、わかった。行きます。わお。簡単にチャリ？すごい嬉しい。このお店。に着きました、でコンビニで何買ったっけ、イエイエイ、アイス、アイス、初のブルーシールアイスコンビニで買いましたもう食べたいんだって、アイス、アイス食べたい、アイス食べたいって、でこれ自分で選んだんですよ、よく分かってる、何、あこれも買ったんだって、あと何買ったっけ、あのそれ袋、コンビニさっき買ったやつ紹介して、それ何、見せて、カメラに見せて、はい、シャ大好き、ゆゆの大好きと、これ沖縄限定のスプーンも買った、スプーンは買ってね、それね、そこにもらえるんだよ、沖縄限定のポーク、
卵おむすび、まあスパムのおにぎりでしょ。これも267円、今しょうがないか。限定だから、ね、ここしか買えない。沖縄のマミーこれあのねスパムでしょ。うん。セブンになったり絶対美味しいよこれ。まあ食べてみます。あ、それすぐ溶ける、うん、これがなんか卵とスパムだね。はい、後で食べます。絶対美味しい、いつも食べるやつです。これゆーちゃん美味しい、美味しい美味しい言うからいつも買います。これも紹介したよ、いつもママが食べるやつ。でこれがルーシーのアイス、自分で選んだんですよこの子は。はい、すいませんでした。はい、じゃあ食べてください。またね。パパとアキくんまだ遊んでるもんね。どこだっけ、遊び、遊び、うん、遊び大好きだもんねパパね。アキくん旅行の時はパパは独身です、いつも。はい、またね皆さん。チクチク、バイバイ。バイバイ。また明日。また明日。また明日。はい。ですか？どう？どうですか？美味しい、美味しくない？美味しい。美味しい。あ、歯が。歯が。歯がね。歯がどうした？歯がついてる。あとは歯が立つだ。うん。あとで何するの？歯ブラシ。歯磨きする？歯ブラシ。うん。おいしいの？おかしい。いつも焼くと歩いてるよね。ね、ちゃんと2つ持ってて、ちゃんと両方の手で打たないと。だって、ニューニューらないもん。ニューニューじゃなくてもさ、しちゃうよ。
おじいの形見の三線。